はい、皆さんこんにちは。本日は2024年7月16日、火曜日の夕方、4時35分になろうとしております。今日は、一日中シトシトピッチャシトピッチャチトピッチャ、なんか昔ありますよね。大五郎、大五郎小ずれ狼か。シトシトピッチャシトピッチャシトピッチャ、なんかあれすごいですよね。なんかね、乳母車 のところになんかこう武器がついててボン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 とかって、なんか すごいですね、あれね。なんかそういう記憶があったんですけどね。ああいうなんかこうベタななんかねドラマが今ないですよね。はいはい、というところで、今日もですね、今日はですね、最近の私の声で改めて日本歌曲を歌ってみようというコーナーでございます。で、今日のもう一つの、テーマであるですね、コルフィアートとスルフィアート、これは一体どう違うのか。コルフィアートっていうのは息が一緒に出た声、コルですからね。でスルフィアートっていうのは息の上に乗っかった声という概念です。はい、でこれを実際にね、発生するんですけども、ハイラリングスですね、喉頭の位置が高くてですね、モダン歌唱よりの、テノールのなんかジャビエルなんとかさんっていうね人が今から5年前ぐらいのなんか発声練習のウォームアップの動画とかねアップされてたんですけど、まさにあれはモダン歌唱の歌い方で、それで、あの人コルフィアートだと思いますよ。で、なぜかというとですね、例えばハイラリングスで、普通の今のこの喋ってるニュアンスのまま、ニェ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 、メメメメメ、ねねねね、めーねーねーで、こう鼻にかけてですね、めーめーってなりそうなのを、あの人は息を混ぜてるんですよ。にゃーにゃーへーにゃーへーへーね、息を混ぜるとハイラリングスでもなんかこうね流通するので、へーっていけるんですよ。へー、その代わりその息を混ぜることをしないとえーってなっちゃうんですよね。ですから H が必ず混じってるんですよ、細かく。にゃーで混じらないとにゃ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 ってこうなる。にゃにゃにゃで高い音が出てる、喉が上がった状態で、これはね一種のコルフィアートだと思います。ほほ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 へへへ、ね、息混じり。あとはこの息混じりの感じで、もっと悪いねバランスの声ね、ほー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 、お化けだよーみたいな、おこういうのも、もっとひどい息混じりのね、コルフィアート。はい。じゃあ今度はスルフィアートって何かというとですね、息が土台となって、その上に声があるという構造ですよね。ねーねが息で、こっから息がハッて H が含まれてない声、ほとんどね。ねね、H をへへへってやらなくても、響きがこうあって形になってるんですよ。これがスルフィアートなんです。
息の上に声が、ね、でーだからでーってなっちゃうとコルフィアートなんですよ。息がここまで出ちゃったよ、漏れちゃったよ。だから最初に春のというふうにやるのはコルフィアートなんですよ。息混じりの声、春のうららので、これのちょっとまあもうちょっと声にしたのがよく合唱で歌われてる声ですよね、日本の。私がそういう感じですよね。はい。で、私の到達した今の発声技術っていうのはスルフィアートなんですよ。で、息の上にね、乗っかった声っていうと、なんかこうふわふわと浮いてる声っていうイメージにすると全然違ったこう解釈になっちゃうんです。それこそコルフィアートになっちゃうんですよ。で、そこら辺の違い、構造の認識がですね、しっかりとしたビジョンで、理解で、がないとですね、混乱するんですよね。スルフィアートが、ほら、息の上に声があるでしょ、とかって、いうことになっちゃうんですよ。これは、コルフィアートなんですよ。で、スルフィアートの声っていうのが、最近の、ピエトリスペトモール、コンフォルトディカデンティ、アノスタルジェラネドルフィオール、ラトラカモトで、声帯の、結局息と声を完全に分離するポイントが喉にあるので、声帯のその前も後ろもちゃんと使って閉じている感覚があります。咳止めてる感じがあります。で、適切な分だけ、分量だけ息を声に変換している、最も効率のいいですね、息効率のいいところなんですよ。で、コルフィアートの一部としてナザールマスクですね。これはやっぱりヘイホーって言いますよね。ネヘイスールトホレイジョホーホーって言います。で、鼻声、ソーラベスタミアロソーレネバランスですね。この形を利用して今日は日本歌曲、これに挑んでいきたいと思います。で、今の声は高エネルギーの声なので、なんていうのかな、音のさばきがですね、どうしても多少のポルタメントっぽいこう意向になるんですよね。それが自然になってくるんですよ、このエネルギーの高い声は、母音のエネルギーね。で、コルフィアートの歌い方だと、例えばね、あの子この子、平井孝三郎のね、息混じりの、あの子もとうとう死んだそうな、嫁取り前ちゃんになんだん、で、かぶら畑にゃ、イワシが跳ねる、
お墓参りでもしてやろうか、こういう表現になるんですよね。 H が入る、ハゴホゴ、まあ大なり小なり日本歌曲ってこういうニュアンスってありますよね。それをスルフィアートで歌おうとね、今日はそういうことで送っていきたいと思います。あの子もとうとう死んだそうな、嫁取り前じゃになんだんべ、こぶろばたけにゃいわしがほねる、お墓参りでもしてやろうか、こういうニュアンスになるんですよね。ですからこれは最初にアクセントがあの子も、これはもうコルフィアートに必然的になりやすいんですけども、私の今の歌い方だとそんなにアクセントを強調することなく、普通にあの子も この子もあの子もとうとう死んだそのねっていうふうにやれるんですよ。だからこのアーティキュレーションがそもそもがどうなんだろうなということになっちゃうんですよね。はい、2番いきますよ。どの子もどの子もなんだんべ、色ごと一つも死んねでな、恋もどっさり増えたに、こんなニュアンスになります。いつきの子守唄。おどんまぼんぎりぼんぎりぼんかそきゃおんとぼんのほよくりゃはよもどる、おどんまかんじんかんじんあんひととちゃよこしよかしよ、このエネルギーの声だとどうもやっぱりこうちょっとこうポルタメントっぽいつなぎになりますよね。息がそんなにないから、おどんがうちゃつてだがにょいてくりゅこうろのもつはい、ちょっと変わったところで、お菓子と娘、お菓子の好きなパリ娘、二人揃えばいそいそと角の菓子屋へボンジュー、夜間も遅しエクレール、腰もかけずにむしゃむしゃと食べて口拭くパリ娘。これを普通これコルフィアードなんですよ。お菓子の好きなパリ娘、
二人揃えばいそいそと角の菓子屋へボンジュール夜間も遅しへ暮れる腰もかけずにむしゃむしゃと食べて口拭くパリ娘。こういうまあね、定番のイメージってあるじゃないですか。そうは問屋がおろしません。私の歌い方スルフィアール。お菓子の好きなパリ娘、二人揃えばいそいそと角の菓子屋へボンジュール夜間も遅しへ暮れる腰もかけずにむしゃむしゃと食べて口拭くパリ娘、残る半ばは手に持って荷物行くは並木か公園か空は五月の水浅ぎ。どうしても水浅ぎというふうになりますよね。エネルギーが大きいから、そうすることが丁寧に歌うってことなんです。でそれを切っちゃうとこうつなぎようなくなると乱暴になっちゃうんですよ。乱暴な歌い出しになっちゃう。でこのエネルギーで人が見ようと笑おうとこうなっちゃうんです。人が見ようと笑おうと小歌まじりでかじりゆく夜まうちるの銅像の肩でつばめの宙返り。これね、あの肩でつばめので宙返りのところをスピード感を出すためにそこだけあのアクセレランドにするとまた面白いかもしれないですね。肩でつばめの宙返りみたいな、うわっみたいな。でもそうやるにはかなりのなんかこうね、なんていうかな、パフォーマーの才能が必要ですよね。下手すればお笑いになっちゃう。もうその最後のイメージが全部を超撃しに、してしまうというね。はい、それでは今日はですね、最後に九十九里浜。これね、これもコルフィアートで力強さを出そうとするね、まあ昔のバリトンの歌詞とかね、こういう風になり、なんですよ。大きい遥かに荒れて波立ち。ここまでひどくないですね。はい、これをスルフィアートで歌うと、ですね、ちょっと半音下げます。大きい遥かに荒れて波立ち水平線見る。
のこと強さを表現しようとするんですよね。例えば、わだつみのたいへいよにまむかいてすなはましのほし、これはコルフィアと乱暴ですよね。声の中身も乱暴でちょっと隙間が空いてるんですよ。これを中身を全部詰めてスルフィアート。わー、わだつみの大変ように間向いて砂浜しろし不十九里力強さがね、表現できると思います。声で表現しましょう。息の表現じゃなくて、うわっじゃなくて、あーっていうね、声で表現しましょう。はい、というところで、日本歌曲もですね、ちょっとこれシリーズ化して、次回もあの日本歌曲、取り組んでいきたいと思います。コルフィアートの、ね、日本歌曲ではなくて、あのスルフィアートの日本歌曲の世界を永田文化を中心にですね、新しい日本歌曲の風をですね、このようにこの日本にですね吹きたいと思います。吹きさらしたいと思います。こう動きたいというところでございまして、今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。